眠む。余裕。昼寝できなかったから、ちょっと疲れただけ。あとはフロアの片付けだけだし、二人とも先に上がっちゃっていいよ。そうする。明日も早いし。おやすみ。いい夢見なよ。おやすみ。さ、速攻で片付けを終わらせちゃいますか。いいのいいの、特待生ちゃんも疲れたっしょ。そこら辺の椅子座って休んでて。ちょいちょい、意外って何？まさか俺ちゃんのことマジでジゴロだと思ってる？だっはは、冗談冗談。こんな見た目だもん、ほんと意外だよね。まあ働き者っていうか、ぼーっとしてんのが落ち着かないだけなんだけどね。俺ちゃん、奪った寿命がそのまんま自分の生命力になっちゃうからさ。ぶっちゃけ、一睡もしなくても生きていけるっていうか、むしろ眠れないみたいな。いくら動いても疲れないんだもん。ほんと、嫌になっちゃうよね。でしょでしょ？だから、なるべく暇しないようにしてんの。この後も、海植物の様子を見てから少し地下に行って一旦シャワー浴びて。違う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 、俺ちゃん暴力反対。実はこの店地下があってさ、そこで俺ちゃん海酒作ってんの。正解！特待生ちゃんにもうちの地下見せてあげたいとこなんだけど、酒造場って変な形した怪異微生物がうようよしてるからさ、そういう趣味がない限りあんまおすすめできないかも。もち他の仕事始める前にちゃんと特待生ちゃんのこと寮まで送ってくからね。全然気にしないで。ああ、それとも今夜は泊まってっちゃう？残念。俺ちゃん的にはいつでも大歓迎だからね。そんじゃ、そろそろ片付け終わるから、特待生ちゃんも支度しちゃって。情報と一緒に注意喚起のお触れが出回るだろう。
得体の知らねえ化け物には絶対関わりたくねえっす。ほら、あの方ですわよ。フロストハイムの寮生に突然噛みつこうとしたっていう。ああ、恐ろしい。やはり人狼など簡単に受け入れるべきじゃなかったのでは。ええ、それに人狼は満月の夜になるとおぞましい姿となって人間を襲うんだとか。なんと危険な。即刻父上に相談して学院に抗議をお願いしなければなりませんね。おい、さっきはアンガトな。タンポポちゃん捕まえた。俺、タンポポちゃん前よりいい匂いする。今ね、おしゃべりしてた。いるよ、タンポポちゃんも見えないの？そうだよ、よかった。やっぱりタンポポちゃんは特別だね。俺、いつもここで愛の話しながら星見てるんだ。タンポポちゃんもおいで。ないんだって。このままじゃいつか死んじゃうって。ほら、あそこ見て、子供たちもみんなどんどん小さくなってるんだ。
いんだって。だからこうやってギューってするんだよ。タンポポちゃんもやってみて。ギュー。クスクス、すっごく気持ちいいって。タンポポちゃんも来て、一緒に星見よう。平気だよ。寒かったらタンポポちゃんギューする。いいから早く来て。クスクス、あれはね、秋の四辺形って言うんだよ。マルカブ、シェアト、アルゲニブ、アルフェラッツ。星の名前はパクチーが教えてくれたんだ。そうだよ。でもパクチーはパクチーのこと。パクチーもね、愛の話が大好きなんだよ。でもね、パクチーは普通になりたいんだって。そんなのつまんないよね。ねえ、タンポポちゃん、聞いてるの？クスクス、変な顔。かわいいよ、タンポポちゃん。わけで、俺ちゃんちょっと出かけてくるから留守番よろしくね。はあ？なんで俺が一人でお前の店いなきゃなんねんだよ。だってライカ君の昨日の仕事っぷりもはや完璧だったじゃん。君接客のセンスもいいし、多分一人でも全然いけると思うよね。そうか。まあ俺ならできるに決まってっけ。
しょでしょ。俺ちゃんの大事なお店を任せるんだもん。ライカ君くらいできる子じゃないとこんなお願い無理よりの無理だよ。あったっつうの。その代わり今日の夕飯は俺の好きなもんにしろよな。オッケー、交渉成立。そんじゃ準備できたら適当にオープンしといてね。どこ行くか知んねえけど早く帰ってこいよ。あいつ今日は来ねえのかよ。ごめんごめん、お待たせ。あ、それならよかった。そんじゃ早速行きますか。うん、今日はライカ君が一人で店番してくれてるって言うからさ。ほら、俺ちゃんが任務行っちゃうと店開けらんないからクレームがすごいんよね。特にロミロミとか、あとロミロミとか。だからむっちゃ助かるっていうか。一応声はかけといたけど、今日はプレミアム放送があるから無理らしいよ。まあ特待生ちゃんが頑張ってる姿見せれば江戸さんもそのうち気が向くんじゃない。言うて誰かが任務行かなきゃだからさ。ごめんだけど今日のとこは付き合ってよ。で、俺らの記念すべき初デートは学園から脱走した怪異の捜索だってさ。逃げた怪異の名前はバロメッツ。分類は植物型で、その他の詳細は不明。もともとは学園の敷地内に突然生えてきたらしくて、生態調査中だったみたいだね。あんま聞いたことないけど、植物型ならワンチャンありえるかも。例えばどっかから種が飛んできたとか、ずっと眠ってた球根が急に活動しだしたとか。ま、たまーにびっくりするような生態の子もいるけどね。今回のバロメッツの場合は周りの草を食べるくらいで、特に有害な動きはなし。少なくとも学園にいるうちはお利口さんだったってことだね。あの監獄所まだ使われてたんだね。次は青梅女子学院前、青梅女子学院前に泊まります。あ、着いた着いた。特待生ちゃんここで降りるよ。今日のデートはこちらです。
そう、学園が監視のためにつけてた GPS の反応がこの女子校の中で途絶えてる。さっきの話の続きだけど、バロメッツは地面から脱走したらしいよね。かなりのレアケースだけどね。植物型って基本的に固着性だからさ、学園的にも突然でっかい穴掘って逃げるとか1ミリも思わなかったんじゃない？次のページ、今んとこ分かってる限りでバロメッツの生態報告が書いてるっしょ。だから今回は捕獲の予定で行くよ。俺ちゃん、むっちゃ平和主義なんで。じゃ、早速聞き込みへゴー。まあ、なんとかなるっしょ。あれ？ここどこ？俺、さっきまで普通の道を歩いてたのに。あ、そうだ。春の代わりに犬探してるんだった。こっちに逃げたはず？やっぱ、あっちかな？なんかここ嫌な感じ。やーめた。もう帰ろう。やあ。なんでここにラフレシアがいるの？なんでって。ここはうちの敷地だよ。聞きたいのはこっちの方だ。俺帰る。近寄らないで。そう？じゃあ、これは捨てておけばいいのかな？ふぅん。ああ、それ俺が探してた犬。返して。わかったわかった。ちゃんと返すから。そんなに怒らないでよ。それにしても、君がこんなに小さく弱い生き物をめでるなんてね。一体、どんな心変わりだい？愛を知らないお前には、言ってもわかんないよ。相変わらず辛辣だな。はい。これは返すよ。急に投げないで。汚い。帰って春に洗ってもらおう。まだまだ若いな。なるほどなるほど。最近の王女はそんな感じなんだね。です。この間も裏庭の花壇がめちゃくちゃに荒らされてたりして。ねえ、先生たちは多分動物の仕業だって言ってたけど、どんだけ田舎だよって感じ。わかる。確かに近くに山はあるけどさ、あれは普通にいたずらじゃない？絶対そうだよね。うちの親も最近王女治安悪いって心配してたもん。
こんなに賢くて可愛い子たちが通ってんのに、お兄さんそれは心配だな。でしょ？お兄さん、うちらのこと守ってくれてもいいよ。っていうか、王女の最新情報を喋ったんだから、約束通り、お兄さんの学校を教えてください。だよね！こんなイケメンに会えるなら、友達誘って、学祭とか普通に遊び行きたいし。うちの学校、一般公開の行事とかないから、俺ちゃんも他校と交流なくて寂しいよね。ダークウィックアカデミーってとこなんだけど、知ってる？普通に知ってるし、超頭良くて有名なとこじゃん。それマジですか？お兄さん、ハイスペすぎません？君たちの友達？ああ、違う違う。あの子、ちょっと変わってるっていうか、いつも一人だし、誰かとつるんでるとこ見たことないんですよね。なんか、新スタとかも言ってるらしいよ。この間、うちの後輩が、すぐそこの御岳山に一人でいるとこ見たって言ってたし。それはちょっと引くかも。そう？何でも一人で行動できる子、俺ちゃん結構リスペクトするけどね。そんじゃ、二人ともありがとう。また会った時はよろしくね。あそこ、立ち入り禁止になってない？これはひどいね。間違いないね。あそこ、なんか落ちてる。これ、学園がバロメッツにつけてた GPS のマーカーじゃん。多分ね、自力で外したのか、それともたまたま取れちゃったのか。どっちにしても、足取りはここで途絶えちゃった感じだね。お、はいはい、どうかした？泥棒が来た！こいつら店のもん、全部持ってこうとしやがる！何それ、わざわざうち来てそんなことする人いる？今目の前にいんだよ、赤い髪に歯がギザギザしてるやつ。うわ、最悪のゲストじゃん。なんだお前、ミッキーが新しく買った番犬か？犬じゃねえよこの泥棒、俺はここの主から留守番頼まれてんだよ。この店の門は
絶対渡さねえぞ。おいてめえら、ここにあんのはゴミみてえなもんだ。さっさと地下の入り口探せ。はい、ボス。あ、お前ら勝手に触んじゃねえっつう。キャンキャンうるせえ犬だな。お前、あっち行け。はっ、なんで銃なんか持ってんだろ。それ人に向けちゃいけねえんだぞ、バカ。うん、知ってる。失礼します。なんかまた増えたし。領地を、まさかと思い後をつけてみれば、このような偏僻な場所へ不法侵入するなど、どういったお考えでしょうか。うるせえ奴がもう一匹。お前、俺のストーカーが。私がそのような犯罪行為、断じてありえません。いいですか、私はあなたがシノストラの領長としての自覚を持ち、真っ当な姿勢で職務についていただくべく、こうして。だから、その職務のために来てんだよ。はい？おい犬、そこに隠してんの。例のブツをよ。あんたよ、ブツって。ここはただのバーだぞ。バー？まさか学生の身分であるあなたが学園内で酒類を提供しているのですか。酒類の販売業免許を受けず、酒類の販売業を行った者は1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処せられます。これらは酒税法第54条および第56条に定められていますので、いくら学園から許可を得ていようと告発の対象となります。お前、何言ってんか分かんねえ。これ怪異植物でできた飲み物だし。怪異植物でできた飲み物。ここの奴ら怪異いじくり回して泥水作ってんだぜ。もったいねえ。騒がしいな、お客さんかい。吸血鬼の声。おい、どこにいんだ。ここここ、君の股の下。わっ、お前、なんで床から体飛び出てんだよ。これ地下の出入り口なんだよ。こういう扉のことハッチって言うらしいよ。この中はいい塩梅に湿気があって寝心地が良くてさ。よいしょっと。中のブツをよこせ。おや、珍しい顔だね。君は確か。そんな物騒なもの人様に向けないでよ。てめえは人様じゃねえだろ、吸血鬼野郎が。領長、今すぐその銃をお納めください。あなたの行為は銃刀法違反に当たると何度お伝えすればご理解いただけるのでしょうか。お前、それこの店の中で使ったら絶対許さねえかんな。君の望みは何だい。こんなくせえ酒になっちまう前に俺様に現物を渡せっつったんだよ。酒？やはりこれらは密造酒なんですね。だからちげえつってんの。現物。ああ、もしかして地下にある材料のこと。まあ、怪異植物に怪異微生物だっけ。
そのまま食った方がうめえだろうが。お前みてえな泥棒にやるわけねえだろ。バーカバーカバーカ。こいつマジで撃ちやがった。領長おやめください。器物損壊は懲役刑が科される場合もあるのですよ。わかった。じゃあこうしよう。今ある在庫の半分を君に渡すから、今日のところはそれで引き下がってくれない？はぁ？何言ってんだよこのジジイ。ジジイって随分と口が悪いな。8割だ。そんなに渡したらまたルイ君に怒られちゃうしな。じゃあ6割でどう？交渉決裂だな。そっか、残念だ。あなた方の交渉内容は理解しました。それでは私が仲介人として。おい、動くんじゃねえ。領長、なぜお止めになるんです？ああ、君見えるんだっけ。そこの彼は優しい上司を持ったね。上がった上がった。6割でいい。おいてめえら、さっさと運び出せ。はい。すごい荷物になるけど大丈夫？こいつら以外にも外に若いの待たせてっから全然大丈夫。あははは、さすが準備がいいね。あれから何回かけ直しても出ないし、絶対なんかあった系だよね。エドさんはどうせのんきに昼寝してるだろうしな。ああ腹減った、早く帰ろうぜ。お、特待生ちゃん隠れて。寮長、あなたって人はこの短時間で建造物侵入罪、銃刀法違反、器物損壊罪、そして恐喝罪、あなたを弁護するこちらの身にもなっていただきたいものです。いちいちうるせえな。文句あんなら俺に関わんじゃねえよ。いいえ、この顧問契約書にサインをいただくまで私は決して諦めません。お前いつもそれ持ち歩いてんのかよ。めんどくせえ。これ、最悪のパターンかも。ちょい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 ！やあ、お帰り。何あの大荷物！むっちゃ取られてんじゃん！てか、エドさんなんでここにいんの？珍しくない？それがね、部屋に戻って YouTube を見ようかと思ったんだけど。この子が俺の足に噛みついて離れてくれないんだよ。このジジイ、俺
が守ってたもん、簡単に渡しやがって。痛い痛い痛い。ルイ君、早くこの子やめさせて。そんなこと言われても俺ちゃん触れないしな。本当ごめんなんだけど、特待生ちゃんお願いできる？そんなこと言わずに人助けだと思ってよ。この子は容赦なく牙立ててくるんだ。あ、お前おせえぞ。さっき店が襲われて大変だったんだからな。は？どういう意味だ？わあ、しかも荒らされてんじゃん。エドさん、もしや材料渡しちゃったの？だってくれくれしつこいんだもん。もうダメだよ。あそこまで材料揃えんのむっちゃ時間かかるんだよ。ああ、しかもボトル割れてるし。何これ、もうやっぱ最悪なパターンだった。あの赤毛ギザバが打ち上がったんだよ。タイちゃんさすがにやりすぎっしょ。これ片付けないと営業できないじゃん。あ、俺は悪くねえからな。特待生ちゃん、マジリスペクト。優しいね。ついでに俺の傷口も綺麗にしてくれない？俺の名前はエドワード・ハートだよ。エドって呼んでね。お前、何女にベタベタ触ってんだよ、この隙間じじい。はあ、そんな言葉どこで覚えてきたんだい？特待生ちゃん、こっちもお願い。なもんかな。やば、もうこんな時間じゃん。特待生ちゃん、遅くまでありがとね。明日起きられそう？マジ？そしたらもうちょいゆっくりできる感じ？おい、俺もやったろ、雑巾がけ。はいはい、ライカ君もありがとね。ふん。さてと、今日はこのままノーゲスっぽいし、閉店しちゃおっかな。特待生ちゃん、なんか飲む？掃除手伝ってくれたお礼に何でもおごるよ。
ートーク大成ちゃんっては攻めるね。そんなバイブス満タンで作っちゃうよ。じゃあ俺は君の涙が欲しいな。楊貴妃の涙の間違いね。今作るからお待ちを。そんなカクテル本当にあるの？残念。おい金髪ジゴロ、俺にもなんか出せ。はいはいはい、ライカ君にはこれ。ん？なんだこの白いの。うめえ。ってこれ牛乳じゃねえかよ。なんか君カルシウム不足っぽいし。はあ？どういう意味だよ。よし、全員の飲み物も揃ったとこで、今日もお疲れ、KP。お疲れ様、乾杯。おい、俺だけグラス空なんだけど。ここに置いとくから勝手におかわりしてよ。俺ちゃん、さすがに今日は働きすぎ。は？任務？何の話だ？任務なんかあったっけ？おい、どういうことだよ。任務なんて俺知らねえぞ。はあ、バレちゃったか。実は今日特待生ちゃんと行ってきたんだよね、初デート。せっかく活躍できるチャンスだったのに、なんで俺を置いてったんだよ。そんなこと言ったって、ライカ君の場合先にもっと人間社会になれないとじゃん。言っとくけど、外の世界は怖いよ。はぁ？なめんじゃねえよ。外の世界くらい知ってるっつうの。人間社会のことはガキの頃からネロスにいろいろ教えてもらったし、日本の生活だってスバ君がいっつも話してくれたから俺詳しいし。でもそこ女子校だよ。女子校？女子生徒のみ受け入れている学校のことだね。いわゆる女の園ってやつだ。かわいい女の子がいっぱいいるって有名な青梅女子学院ってとこ。お嬢様学校って聞いてたけど、意外とテンション高めな子が多かったかな。大丈夫だっつ。本当に？ライカ君っていかにも女子苦手って感じじゃん。苦手なんじゃなくて関わらねえようにしてるだけだし。
もう何やってんのさ。特待生ちゃん大丈夫？かかってない？いい、俺がやる。だね。特待生ちゃんは座ってて、俺ちゃんはグラス洗ってきちゃうから。君は山嵐のジレンマって知ってるかい？よく調べておくといい。それにしても今まで人間の女の子はたくさん見てきたけど、君は特に地味だね。まとう空気に色気がない。素材はいいのにもったいないね。ちょいちょいエドさん、今特待生ちゃんの匂い嗅いだでしょ。それ完全セクハラだかんね。これが変態ってやつか。気持ち悪い。二人ともひどいな。俺に呼吸するなって言うのかい？なんだかショックで具合が悪くなってきたよ。いやいや、エドさん死なないし、最悪息しなくてもいけるタイプだし。うん、俺不死身なんだよね。不死身、すげえ。